沢城さん、山さん、2回にわたってありがとうございました。ありがとうございました。どうしてお前すぐそういう方行っちゃうんだろうな。あの、照れ隠し、ね、照れてるの、うん、私が下に行くのは照れ隠し、下水方に行く、すぐこうなるの、ね、その方が気持ちが楽なんで。あ、そうなの。ありません、汚れの方に逃げたくなる、汚れの逃げたくなるんで。あー、わかる。あ、よかった、わかる。ヤハギってやつだよ。ヤハギもそうなん。あ、そうなんですか。いいとこパスすんだよ、いいパスすんの俺、うん、すげえいいパス、これね、あのリスナーのみんなキュンとするよみたいなパスを出すんだけど、うん、逃げちゃう。あの、あれで、ね、女子にあのなりそびれる、ね、そう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 。ヤハギとトマツはダメね、そういうとこね。そうなんですか、うん、トマツもすぐ逃げんの、お前もう汚いからいいから。汚いから。だから私、あの喫水の女の子ちゃんとやってると、あ、やっぱりやれるんだなって思うけど、うん、普段やっぱり本人恥ずかしいんだなっていう思うよね。あるある、わかるわかる。いい女なんですけどね、彼女ね。はい、で、じゃあバイバイでいいのかな。はい。なんかさ、野崎くんらしいこと言って終わろうよ。野崎くんらしいこと、うん、野崎くんらしいこと。いや、でも DVD もだってこれからまた発売ね、うん、まだ第一巻がようやく発表したばっかりですからね。そっか、うん、一巻で。これからあれかな、じゃあ私たちでオーディオコメンタリーやったりとかするのかな。お二人ですよ。うんうんうん、あ、本当に。あ、そうなの。はい、はい、なんか予定が出てました。お二人です。何しゃべろっか、何喋ろうか。多分俺らの回だよね。そうですよ、ね、多分2人の回だと思います。うわー、俺だってこれからキャラソンも歌わなきゃいけないし。いや、楽しい。なん、どんなのくんだろうね。どんな歌なんだろう。まあ、オンエアもこれからだからね、まだまだ。いや、俺ほんとね、アリちゃんとこれ初めてだったんだけど、俺マジで君の芝居可愛い。本当ですか。いい、私もうすごい。可愛いよね。可愛いよ。おし、もう先輩からそれ言ってもらえると、ああ、そうなんだって、すごい嬉しくなります。もうどうしていいか分かんない、あの可愛さ。あー、なんか死んだ。ツッコミですか。んツッコミの方ですか。まあ、でもツッコミが一番かな、俺の好みで言えばね。おー、嬉しい。でしかもそれをやってるところを見ると、なんか本当に千代ちゃんみたいにこう足をバッて開いて踏ん張ってノーってやってるんだよ。ちょっとあの高いサンダル履いてる。あれも可愛くてさ。あ、そうなんですね。背中側から自分のこと見たことないでしょ。見たことないです。割とこの後ろサイドはキュンってしながら静かに見る。そうなんですね。確かに面白い動きするねって一回言われたことがあるんだ、木村さんから。そう、ぜひぜひね、今後まあね、ステージでひょっとしたらね、朗読とかやる機会もあるかもしれないですからね。イベント楽しみですね。タネットはしちゃうの。いや、絶対しないですね。